はい、先ほどの閣議において、菅内閣が、総辞職が決まりました。菅内閣ではその内閣の最重要課題の一つである、デジタル改革を任せていただいた、今でも昨年の9月16日のことを思い出します。そしてその他にもそのマイナンバー、個人情報保護委員会とか、そういうことも担当して、そして今日その退任ということで、いろいろ思い出すことがあるんですが、事務方が用意してくれたペーパーはあまりにもタイプなので、今の私の気持ちについて少しお話しさせていただいた方が私らしいかと思いますので、そうさせていただきます。この、デジタル改革っていうのは結局本質は何かっていうことがやっぱり十分に伝わっていなかったっていうふうに思ってます。単にシステムの作り方を変えるとかコストを見直すとか、そういうふうに思われている方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、実はその今までのやり方を根本的に変えていかないと、日本の行政組織は今の形だとこの高齢化とかその人口減少にも耐えられない、これは明らかなんですよね。そしてもう一つあるのは規制改革の象徴であり、成長戦略の柱っていうふうに言われたんですけれども、今確かに日本で GDP はまだ3位の規模を持っています。しかしその、AMD のデジタル競争力ランキングでも27位でしょ。アジアで9位なんですよね。でそれは一つ上がマレーシアで、一つ下がカザフスタンです。でこの日本の今デジタル化の状況っていうか、それを本当にその国民が理解しているかどうか、今のままでいいはずがないんですよね。成長戦略を描くにしても、高齢化に伴ういろんな社会問題を解決するにしても、今までのやり方を変えるということが実はデジタル化の一番本質だと思います。で、これもそのいろんなところでお話しさせていただいた上で、今回の法律なんかを作りましたけれども、国で言えば年間約8000億円、地方自治体全部合わせて約5000億円強、このお金は20年間同じように使われていたわけです、システムに関して言えば。でこれはシステムに対する費用として使われていて、ですから今後も同じようにこのお金を使ってしまうと、そこから得られるアウトカムは何かっていうと現状維持しかないんです。なぜなら今使っているお金のほぼほぼ8割、9割は維持管理のためのお金なんです。ですからアーキテクチャを見直すという、誰もが今まで手をつけるというようなこと、思いついてもできなかったことをやるためにデジタル庁に強い権限を与えたわけですね。ですからこれ今までやっていた各省別、自治体別で投資していた、費用として使っていたそのお金を、新たな投資、それも初めて全体最適化を踏まえた上でのお金の使い方をその決めていこうと。でこれは後々国民の負担は相当下がると思います。税金の投入というコストで言えば、維持管理コストがかからないようになるのはやっぱり全てやっぱこの世界はどんどんローコストで便利になり機能が上がっていくんですね。でその常に最新の技術を取り入れられるような形のクラウドに全てシステムを移行しようとしているので、一度その形さえ変えてしまえば、日本という国は常に最先端の技術を使える国になるんです。しかもコスト競争力も測るので、大幅にそのあたりのシステムコストは下げられると思っているんです。でそこで、そういう問題を取り組むデジタル庁は、
その何が大事だったのかっていうことですが、その誰のため、何のためにデジタル庁が存在するの か、これがこの組織のミッションになりました。まあ、そしてビジョンがミッション達成のためのにデジタル庁が目指すべき組織としての理想像は何かということ、そして最後、それぞれの職員の行動規範となるバリューっていうものを、この間、まあ、前回の記者会見で発表させていただきましたけれども、これをきっちりちゃんと組織に浸透させた上で、これから戦わなきゃいけない組織です。なぜなら、今までのそのやり方を否定するとこからスタートする役所です。そういうところってないじゃないですか。役所の仕事っていうのは継続性とその安定性と正確性が求められると、それ以上のプラスアルファのものはあまり求められていないんですね。そこが国民の使い勝手がいいとか悪いとかそういう話、そんなことはもともと関係なかったわけです。そのサービスを提供する側から正確性とかそういうものだったんです。まあ、そこを根本的に国民目線で作り変える上で、このデジタル庁のそのミッション、誰一人取り残さない人に優しいデジタル化っていうのはきれい事ではなくて、実はここにイノベーションの鍵があるんです。誰一人取り残さないっていうことをもう本気で取り組んでるような国はまだありません。ここに初めて我々がやっぱりそこに活路を見出せるというふうに思ってるし、ここに投資をしていくべきです。まあ、ですから格差を作らない日本流のそのデジタル化っていうのは、まあ、今後その社会のモデルになっていくんではないか、望むべきその社会になっていくんではないかと思います。アメリカ流でも中国流でもない日本流のデジタル、まあ、それをこれからデジタル庁が司令塔として作っていくということだと思います。まあ、そこで皆様方にも私今いろいろな報道でいろんなご指摘も受けましたけれども、私も2003年から党の IT 戦略にずっと関わってくる中で、常に要するに、まあ、大手 IT ベンダーとは戦ってまいりました。でこれはもう過去の私の報道とか見ていただいて、いろんな契約の見直しとか見ていただければ分かると思うので、まあ、まかり間違っても私が何かそういうところから影響を受けて判断をするということは、その政治家の信念としてありえないわけです。逆に言えばものすごく嫌われているのも分かっています。それはそうです。既得権益を完全にそこで要するに打破するというか、今までのやり方を変えるということですから、当然その変えることが嫌な人たちというのはたくさんいるわけです。しかしこの国会議員という立場は一体誰のために仕事をしているかというと、国民にとって一番その良い判断をすべきで、大手企業のための判断、いい都合のいいような判断をすべきではないと私は思っています。まあ、ここがやはり、ここは要するに今までの長いしがらみとかそういう既得権益があるものをやっぱり打破していこうと考えたときには、まあ想像以上のハレーションが実は起きたと振り返れば思います。ただし方向性は間違っていないと思っているし、デジタル庁はこのミッション、ビジョン、バリューをきっちりその官民でその作ったそのハイブリッドの組織の中で大切にして、今までのやり方を国民目線で全部作り変える過程で、おそらくそういう過去のしがらみも乗り越えていけるというふうに思います。なのでぜひ今まで通り自信を持って職員の皆さんには、デジタル庁っていうのはその人に仕事が与えられてその何かをするっていうのではなくて、自分で課題を見つけてそれを自分で解決するその方法を考えて、でそれを実行していくということをみんなでやれば必ず変わります。それはやっぱり次の時代にとって必要なことだからです。まあ、苦労はすると思いますが、
私の後任の牧島カレンさんはですね、私がこの職に就く前、ですからデジタル社会推進委員会の私が、自民党のですね、委員長の時にずっと事務局長で支えていただいていました。従いましてデジタル庁のもともとの設計図、要するに党側で考えたですね、その政府が実行する前の設計図についても理解しているのが牧島さんであります。そういうことですから、このデジタル改革の方向性という、 もう基本的な流れはきっちりと理解された上で就任されますので、このデジタル庁に関して言えばですね、これから、私も党側に戻って全面的にバックアップしようというふうに思ってますし、また職員の皆さんも、全力を出して、そして大臣を支えて組織を前に動かせば必ず成果は出るというふうに思っています。私今日菅総理の、お顔を拝見して、退任のご挨拶も多少ありましたけれども、本当に、チャレンジングな仕事をお任せいただいて、ありがとうございましたと、大変やりがいがある仕事をさせていただいてありがとうございましたという話をさせていただきました。振り返ればもうまさにそうだと思っています。なんせ9月16日からもスピード&スピードで、これは多くの役人の皆さんにとっても初めての仕事が多かったと思います。設計図もない、法律もない、組織の形もない、予算もない、何にもない中で、要するに、その船出をして、最初は合宿をしながらいろんな意識合わせをし、そして外部有識者の人たちも全力で協力をしてくれました。ですから、役人の皆さん、外部有識者の皆さん、そしてその職員の皆さんを含めですね、みんなが頑張ったからデジタル庁は9月1日に今のような形でスタートできた、そのことをぜひ忘れないでほしいし、これだけの組織ができたというのは、いわばいろんな時代の巡り合わせと菅総理という強い各所に対する力を発揮できる総理が誕生したタイミングと、そしてコロナでこの国がデジタルに遅れてということが顕在化したタイミング、いろいろなものが全部合わさってできたと、いわば奇跡的にできた役所だと思っています。そしてこれはまさにスタートで、日本の今後の将来を考えても、このデジタル庁が仕事をしなければ、おそらくもう先行き行き詰まったような社会になっていくのではないかと思います。それをその打破していくためには、国民がその熱狂するような、喜ぶような、安心するようなデジタルテクノロジーを社会に実装していく、そんな国になれればと、そんなふうに思います。ちょっと長い話になりましたけれども、非常にやりがいのある仕事、また皆様方にもいろいろと報道をしていただきましてありがとうございます。デジタル庁を、今後とも、要するに進んでるデジタル庁が進もうという方向はいろんなところとぶつかると、そこのところを報道してください。順調にみんなが賛成してやれることを進めるわけではないんです。そこが一番デジタル庁にとって重要なポイントで、要するに権限をもらって、そこは本当に全力で突破していかなきゃいけないものがいろいろあります。それは人のやっぱり心の壁であったり、既得権益であったり、いろいろあると思うんですが、実はもう皆様方に注目していただきたいのはそこなんですね。そういう面で牧島カレンさんも全力でこの路線を引き継いで頑張っていただけますので、皆様方のまた丁寧な報道をお願いしたいと、合わせてお願いします。そういうことで、1年間でございますが、皆様方に大変お世話になりましたことを心から感謝申し上げまして、退任の挨拶にします。ありがとうございました。
るの今日みたいな話。私のミッションはまずデジタル庁をこの短期間で作り上げる、まあ、デジタル改革担当大臣としてのミッションはコンプリートしたと思います。その意味では大きな成果が挙げられたと、そういうふうに考えていますし、その心残りかどうかというようなことは、まあ、常に政治の世界ではあるのはなぜかというのは、政治家っていうのは与えられるのは政治的な資源としての時間だけなんですよ。総理とてそう、大臣とてそう、もうすべての議員はそうなんですよ。ですから国民から預けていただいた時間の間に何をやるかっていうことで言えばですね、この1年間はもう十分に預けていただいた時間を有効に使って仕事ができたと思っています。まあ、そういう意味では達成感があるということでございます。まあ、あんまり個別のその内容に関しては、特に人事関係についてはやはり言わないっていうのがルールだと思います。良かったなっていうのを思うのは、要するにこのデジタル庁っていうのは、この今のこの組織、そしてまあ官民両方から来た方々のそのやろうとしてることは、今まで霞が関には全く思いもつかなかったことなんですね。ですからそういう意味ではまずこの作る過程において、その官僚の皆さんのマインドセットも変わったと思います。今まで各所自分のいた役所だともうありえないようなその発想の仕事ですから、それと今回は本当に民間からそのやる気のある、まあ、石倉さんをはじめね、もうCXO の皆さんもそうだし、構想会議のメンバーもそうだし、すごく日本の将来を心配してデジタル化の必要性が分かっている人たちが本気でそのデジタル庁に参画してくれたということが大きな成果だと思います。これ今までの役所ではできないから民間の方々の力を借りているわけで、その民間の方々がもういかに本気で参画しているかという姿を、まあ、いろんな会議等々で私拝見させていただいて、この勢いでいけばおそらくその今まででは考えられなかった成果が挙げられるのではないか、まあ、そこが一番大きなところだと思います。懸念材料は先祖返りすることでしょう。つまりやっぱりその急激に物事を変えるっていうのに、やっぱりこの、まあ、ひるむというようなこと、既得権益の皆さんのいろいろなその働きかけが現状維持を求めてくるとしたら、そういうものをやっぱり変えられるっていう強い意志を持ち続けられるかどうかっていうところが唯一の懸念材料と
ということですが、まあ、これやりだしたら戻れないように皆さんに報道してもらいたいんですよ。要するに改革に乗り出したら妥協して元に戻るということを責めなきゃいけないんです。マスコミはおそらくそうです。国民のためにそのぶつかるのはもう間違いないので、そこを皆さん方は国民目線でそのぜひ報道をしていただきたい。そうすればそのこれからいろいろな障害にも乗り越えていくことが、まあ、可能になるのではないかと私は思います。はい、ありがとうございます。今回その規制改革、その現状打破するという手を強く強調されていましたが、1年間の河野規制改革担当大臣との、お仕事がまさにそのいいのだったと思います。改めて河野大臣とのお仕事の成果をその犯行以外の分野ということで振り返っていただいて、今後岸田大臣がその分野を両方兼務することになりますが、どういう仕事ぶりを期待されますか。まあ、牧島さんの場合は非常にその事務局長として配慮をしながら、本当にサイバーセキュリティから規制改革からデジタル改革まで全部お分かりになっていますので、それはその一人で全部その大臣をやるっていうのは大変だとは思いますけれども、ちゃんとそのスタッフやまた党側が支援をすれば、まあ、彼女はそのまさに改革のスターになれるはずです、まあ、そんなふうにしたいというふうに思っているのと、もう一つ何でしたっけ質問は。いや、もう河野大臣とはですね、もうはっきり言ってその改革の方向性というかケミストリーが合うので、いろいろと各省の大臣に対して二人がかりでいろんな要求を突きつけたりしてました。まあ、途中からですね、ワクチンの方がメインになって、規制改革の方が、なかなかその全ての分野について進められなかったところはあるかも分かりませんが、これは今後とも、河野大臣もいかなる立場になろうとも、私もそうですし河野大臣もそうなんですけど、党の中で行革をずっとやってた立場でもあるので、行革とか規制改革とかそういうことを含めてですね、やっぱりそのどのような立場でもまた協力してくれるのではないかなと思います。河野さんのその改革の仕事、改革に取り組むスタンスとかスピード感等々に関して言えば、私はもう非常に素晴らしいものであったとそのように思います。工業新聞の社長です。大臣、お疲れ様でした。ありがとうございました。ベンダーバックリングについてお伺いしたいんですけど、先ほど大臣 のご挨拶の中でも、長年 IT ベンダーと戦ってきて、不足権益を打破しようと努めてきたという趣旨のお話がありましたが、この1年でベンダーロックインの解消に向けた手応えといいますか、解消に向けて前進していくという手応えは得られているんでしょうか。まずですね、今までそのベンダーロックインを解除しようと思っても、契約で見直すっていうのは非常にそのもう微々たるもんだったんですね。電信通信役務契約を解除を迫ったとの戦いなんかはあれ2003年頃ですけど、もう NTT データさん、名前をもう過去のことですから出しますけれど もう全面対決で、もう私もあそこまで戦ってよくその契約を解除させるところまで行けたなっていうふうに思うんですが、解除させたものの当時はそのクラウドの要するに考え方とかツールとか新しいシステムのアーキテクチャを示すというところまではできなかったんです。それが2003年4年頃ですよね。で結局その今まで IT 戦略本部でやってたこともそのサーバーの数を減らしたり、
システムを縮小したり、まあ、廃止したりして、結局費用だからそのコストをカットしていくということしかできなかったんですよ。でこれがもうこの20年の流れで、ですからあの費用対効果の話だったんです。ところがこのデジタル庁ができて、全く今その技術っていうのが変わっていますし、まあ、クラウドっていうのは安定して運用されることが明らかになりましたし、いろいろなツールもできたし、そしてそのマルチクラウドを使いながら政府を運用していく、政府システムを運用するという考え方がおそらくこれからその、まあ、世界の、まあ、主流になると言って考えたときに、この新しいいろいろなその我々が今ずっと1年ぐらい議論しているトータルデザインというものは、まあ、明らかにベンダーロックインを解消する方向に行きます。ですからベンダーロックインを解消するんではなくて、システムのアーキテクチャを変えることによって、今まで国がお願いしていた仕事の内容、発注の内容が変わっていくということです。まあ、そうなりますと、もうあの明らかにそこで仕事をお受けになる皆さんは、今までの仕事の受け方を根本的に見直していかなきゃいけない。ですから特定の会社を排除するという話ではありません。その政府がこうやろうとしているそのシステム そのデザインに沿ったあの仕事を受けていただけるようなに変わっていただければ、それはそれでいいし、またそれをできる方がたくさん手を挙げてくれたら、それでもいいし、で競争が働くように今回のアーキテクチャではなります。今まではなかなか競争環境が作れなかったんですけれども、今回はいろんな各社の、まあ、競争原理を常に働かせることができるので、まあ、そういう意味ではそのベンダーロックインっていうのは、それは国の責任もあって、まあ、丸投げ方式でバラバラでシステム予算を使っているとこうなってしまったということで、まあ、あのベンダーの皆さんが悪いわけでもないわけですね。知らず知らずにそういうものが常態化してしまったということですから。ただ今回は国が要するに今までのシステム その作り方を根本的に変えるという決断をした以上、その仕事を受けてた皆さんにも変わっていただかなきゃいけないということで、まあ、共に協力してやれればもっといいのではないかなというふうに思います。ただなかなか今まで利益率の高い仕事をずっと受けておられる方にとっては厳しいという判断もあろうかと思いますが、そうじゃないとその日本のデジタル化っていうのはもう完全にもうさらに周回遅れになってしまうし、これ官民挙げてもう今がまさにそういうことに取り組む最後のチャンスだと思ってます。日本放送田中と申しますが、お疲れ様でございました。あのタイミングにあたって改めて伺いたいんですけれども、このデジタル化 この仕組みですとか、この行政サービスに変わるということについては、あの何よりもその国民が安心してそれを使える、国民とその政府、国との信頼関係の構築というのが大きなあの鍵を握るんだと思います。この国民との信頼構築という面では、まだ現在はこの課題があるという思いでしょうか。そこら辺の現状認識を改めて考えますでしょうか。まああのまあ、デジタル庁への信頼っていうのを作るがために、まあ、それまでのいろいろな問題を、まあ、スタートさせるまでに、まあ、片付けておきたかったんですけど、まあ、一部、まあ、それがその後になって、まあ、その影響したっていうことがありますが、デジタル庁自体は非常に、クリーンにピカピカの状態でスタートしたと思います。まあ、そしてその自ら自分たちに課している今のコンプライアンス委員会が作っているものとか、まあ、あの職員の行動規範であるとか、そしてあのおそらくあの今後もですね、デジタル化のプロセスを透明化するためにその情報を全部オープンしていくと思います。でその情報されたオープンを
オープンした情報をちゃんと国民が分かるように説明していくっていうのがこれから大事で、デジタル庁は国民とのコミュニケーションっていうのをこれからも最重要して進んでいくし、例えばマイナンバーカードに対する理解というのはやっと多くの方々がその ID がいるんだ、ネットのでの本人確認機能っていうのはやっぱり自分たちもいるんだということに気がつき始めています。まあ、これもやっぱりこれから急速にその普及すると思いますし、マイナンバーカードの普及が国民にとってあまり魅力的でなかった理由は一言で言うと日本のデジタル化がとことん遅れていてランキングで27位という状況であったことが一つの原因だと思います。そうじゃないと国が用意してくれるその IC チップといいますか電子鍵はもうみんな欲しがるはずなんですよ。だけどもはっきり言ってコンビニ行ってなんか住民票を取るぐらいしか使えないっていうふうに思っちゃって、でその思う理由は要するにネットワークを使っていろいろなことができない社会であったっていうことだと思います。ですからデジタル化がどんどん進めばもうカードはもう絶対その必要なものになるので、まあそういうことも含めてまあこれから理解がどんどん進んでいくんだろうというふうに思います。いや皆さん長らく大変お世話になりました。また引き続きデジタル庁でその担当されるんだったらまた頑張ってください。そして牧島大臣を応援いただきますようお願いして、私の退任の皆さんへのお別れの挨拶。